ありがとうございます。今日はちょっと肌寒いなと思ってね。ちょっと暖かめの格好をしてます。なんか寒いよねやっぱ夜、朝晩と冷えますね。こんばんは。もう完全に衣替えかな。完全にもうあれかな、半袖の日は来ないかな。福岡ねちょっと肌寒いかな。今日とか20度、ちょっと今はね17度くらいでちょっと寒いですね。そうなんですよ。こんばんは。暑くなったの？あ、そうなんだ。逆だね。あ、公園情報出たのかな？体調はね、大丈夫です。10まで出てるんだね。私めっちゃ出るんだけど。なんかエレタンさんと同じポジションで、ではエレタンさん多分舞台行ってらっしゃるから出れないじゃないですか。アイリしかいないんですよね、そのポジション。だから11月3、4、3、4、90とか全部出るんです。そう、3、4、90全部出ますよ。そうなんです。ちょっとね、まあでもあんまり会えてなかった。10月とかあんまり、そうね、公演会えてなかったりしたかな。なんでまあ珍しく11月はたくさん会えそうなので、スカ上がり8回連続で全て出てる。あ、本当？おお。周り組公演の同一ポジが2人しかいないと。そうですね、まあポジションちょっと割とね、いいポジションをねいただいているので、多分これからなんか覚える子とかが出てきたら、ポジションかぶりが増えるかもしれないんですけど、今のところ、今はそう11月10日まではちょっと全回しです。私が3、4、90逆上がり、そう全部出ますので、よろしくお願いします。たくさん来てください。でも会える機会がね多いので、そうですね、七期生ちゃんたちがもし覚えて出れるってなったら、もしかしたらね、そうポジション、私のポジションのところもね一人増えたり できるんだろうけどね、七木ちゃんが覚え次第って感じかな。そうなんですよ。さえちゃんメイクじゃない、アイリメイク。こんばんは。フル回転だ。そうなんです、頑張ります。でもちょっと11月は覚えることが多くて、
やらなきゃいけないこと多そうで大変ですね。なっちとのツーショットありがとうねいやいやいや、ありがとうねっていうか、みんなのために撮ったわけじゃないです。で、私はそう、なっち、ナナキンなんかなっち可愛いなって結構入ってきた時から思ってますね。なっちが、あの、アイチーさん写真撮ってくれますかみたいな言ってきてくれて、そうで、結構話します。最近割とかわいいって、あ、ノープラリバイバルもあるので、そう、やることがいっぱいで大変です。大丈夫じゃない、大変やること。ナッチはね、そう、仲良くなれそうかもしれない。そう、かわいいんです。13歳ですね年齢聞いて笑っちゃいました。えっと思って、もうちょっと大きいと思ってたら13歳と思って、13歳はちょっとね、やばいですよね。うんうん、そう、もっと可愛くなっていくと私はもうね、顔可愛いから、うん、どんなお話ね、めっちゃ話、え、なんだろう、なんか、でも何歳なのとか聞いて、13歳、中2って言ってたかな、中学2年生みたいな、ちょっとしたやりとり、へえ、そうなんだよね。うん、そう、かわいいね。高価のハイタッチが立ってしまった。おー、ありがとうございます、嬉しい。うん、中2世代、中2世代、おー、ななきちゃんをね、まだ話す機会あんまりないんだけど、話したいな。地方組、地方組ちゃんは誰なんだろう、めいめいとか青木ひな子ちゃんとか地方組かな。ぜひみんな、あ、公園来てくださいね。え、11月みんな来てね、公園、私全部逆上がり出るからね、みんな来てね、私のファンの方。サラタン、愛知県、あ、そうなんだ、結構いるんだ。うん、カナがいないですね。あー、ノープラ当たるためにみたいな、なるほど。なんかさ、それ投げすぎたら当たらないってさ、なんか都市伝説本当なんですか？本当？当たりづらいの？根拠はなしそうですよね。あるはあんま聞いたことないけど、どうなんですかね、根拠はないのか。気合で公園行きます。なんかもう一人いたよ、そうやって言ってた人、福岡マラソンの後来るって方。やばいやばい、寝ないでね。寝るよね。え、私マラソン走ったと眠、本当に寝たよ、めっちゃ。そうなんだ。23がそもそも行けなさそうだね。ああ、そういうこと。23ね、来れない、もうそもそも行けないよって方はもうぜひとも逆上がり、あの、躊躇なく応募しまくってください来れない方はその
ノープラね、 DMM で見てもらえたら嬉しいけど、3人いる、すごい、今期なくなる私349当たりました。おお、すごいすごい、あ、もうそっか、応募して、え、すごい、いっぱいありがとう、嬉しい、大分も行くよ、すごい。でも10日まであったら、10日までだったらさ、まだその後さ、ちょっと何、2週間くらい空くからさ、いいじゃない、お金もなくなる、はい、それはそうですね、みんな働いてください。まあ、公園会いに来てくれるのはちょっと嬉しいかな、やっぱ一番。嬉しいかな。一席でも埋まったら嬉しい。けども。確かに。大ちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ライブ、大分ライブ、ええ何、大分ライブなんだ、ライブ、え、私スポーツオブアートライブないです。何のやつ、周年行きたいけどあまり、あー、なるほど、周年当てんのだ、ちょっとすごいよ、だいぶ難易度高めだよ。どのイベントの宿予約済みかわからんかちょっとそれはオタあるあるなの、アイドルオタあるあるなんでしょうかね、なんですかねまだ残ってる分ありますよ、まだまだいっぱいあります、部が多いからね。スポーツオブハートトークイベントはなんか4人くらいしか多分トークショーみたいなトークイベントには出られないから、私はちょっと出るか分かんないですね、出ないかな、出ないのかな、なんかトークと駅伝、ダイバーシティ駅伝のみ、トークはだからちょっとわからん、出ないかもだ、もしトークショーとか出なかったらダイバーシティ駅伝のみですね。あとなんか体験かな、体験みたいな感じかな、フォークはするか横浜にするかも、あー、横浜も来てほしいね、ぜひとも。エンディングまではどうだか、どうだろう、エンディングあ、エンディング、閉会式までは多分いるね、多分いるのかな、これはいるっぽいね。何時なんだろう、何時までなんだろう、そう、ファッションショー、あ、1938、ありがとうございます。ファッションショーないんだよね、6時40分頃だって、あ、そうなのか、じゃあどうだろう、トークショーがない代わりになんか早まるのかな、うん、ね、ないね、
何時までとかは書いてないかな、もしかして。ホークス日本一の瞬間、うわどうだろうね。アーティストさんが何組かで、ライブないです、私たちライブない。あ、MC とか分かんないな。あったらじゃあ大分メンバーがいるんじゃないかな。天皇賞は決めてない、まだちょっとどうしよう、決めなきゃだね。そういえばというか、もう YouTube とかいろいろ SNS とかでまあ見てるんですけど、どうしようかなって感じですね。迷いますね。ねえ、強い馬さん。でもやっぱ聞いたことある馬ですね。全部さ、すごい活躍してるお馬さんたち。難しいよね。どうしようかなってか、絞るのが難しいよね。いや、ルメールはもう入れるよ。はい、もうルメールは入れときます。はい、もうね、この今シーズンちょっとやっぱ右肩上がりな気がするから。そう、まあ当たらんものは当たらんなんで、もうそうなんだよね。どんだけね予想してる人もね外してますみんな。なのでもう運ですけれども、ルメールは買っとくね。とりあえず買っときます。うん、来そうだもんやっぱりね。でまあそこで来なかったとしても、もう一応ルメールはもう入れとくっていう、来なくても後悔しないって感じで。はい、そうだね、ハロウィンイベントだから。そうだね、確かに早めにあれしないとだよね。どうしようかな。競馬もありますし。なんかね、多い野球もありますし、そう、トースポさんのお仕事次はいつ、知りません、わかりません、未定です。知ってたとしても言わないですけど。
ドラフト会議、そうですね、あんまりちゃんと見れてないけど、大ちゃんありがとう、ありがとうございます。育成選手の指名でもホークスはね、育成から活躍される方も多いしね、うん、もうホークス外してるのは見たな映像で。情報、うん、ちょっと追いつかない、そうなの、うん、なんかなんか一般でこう野球されてる方がプロに行くとかってさ、なんかすごすぎませんか？いたんだっけ今年も、そういうなんかアマチュアみたいな感じでやってて、あ、クラブチームからすごいなーって、クラブチームからプロに、だからみねえ、すごいちゃんと見てたんだっていう、感動したんだって、うん、すごいいろんな選手いて感動したって、確かにすごいトレンドに入ってましたね、ドラフト会すごい盛り上がり。でもさ本当になんか戦力外通告とかもさ、私結構昔からちょっとなんか見てたりしたんですよ、戦力外通告のなんかテレビでやってるじゃないですか夜、なんかトライアウトみたいなやつとかやったりさ、電話来るの待ってるあれ見てなんかすごい泣けますよ、ね、なんか家族の支えがねあったりして、なんかすごい世界だなと思いますね。戦力外通告だってもうクビって言われるでしょ、すごい世界、そう苦しくなりますけど、そういうのをテレビでやってたから結構昔から見たけど、それが現実かーって思ってね見ていましたね。だからプロで一軍で活躍できるってのはほんの一握りですけど、そこにいる人たちって本当にすごいんだなってね改めて、いやアイドルがアイドルもないのはなんか恵まれてるって思いますけど、ないの恵まれてるなって、それそういうの見ると思うね、
競馬とかもそういうあるじゃないですか。そうアイドルのねまだそういう戦力外とか戦力外通告みたいなのないですけど、ないのは本当に恵まれていると思う。自分でさ卒業を決めれるっていうのを恵まれてる世界だとね、戦力外で首を宣告されるのは本当に辛いですよ。絶対にもう辛いというか、わからないよね誰も。まあ、うん、もちろんアイドルの世界も大変ですけど、ね、みんないろいろ戦って生きておりますね。ツッキーさんありがとうございます。なんかさ昨日ラビリンス感謝祭あったから、なんか昨日が土日みたいな感覚だと、休日の土日の感覚があったの。そういう記念ライブみたいなのをやったからさ。だけど昨日全然平日だったね。土日みたいな感覚になっちゃってたけど、あ普通に水曜日だったのかと思ってね。なんだか、うん、ね、感覚が曜日感覚。明日はアキさんの生誕祭ですね。明日はアキさんの生誕祭、金曜日か。金曜日だね。明後日ハロウィンイベント、ハロウィンが終わったらすぐにクリスマスへ向かっていくけど、まあ11月があるからね、まだ。ね、11月があるよ。もう早く12月になってほしい気もしちゃってる。だって11月が割と忙しいからね。11月が割と忙しいから12月にもうスキップしたいぐらい。そうなんですよね。アイヤのラビリンス感謝祭は葵さんが、葵ちゃんが演出に入ってくださったんですよ。そう、嬉しい。これからも来てほしい優しくて本当にそうやってなんか、まあ、ハルタンさんとかもそうだけど、1期生さん2期生さんがこうやってライブをこう演出にこう携わってくれると
やっぱり昔のなんていうの HKT をねもう作りHKT を作り上げてきてくださった先輩だからこそやっぱりいろいろ言ってくださる言葉がありがたいというか、うん、そういう先輩方がいてくださった方がね安心するなって。怒ったりないです、ないです。でもしっかりとありがたいお言葉はたくさんいただきますよ。けどその怒ったりはないですけど、そういういろいろなね先輩からのお言葉はもうありがたいなって思ってすごい嬉しいので、一緒にでこれからもずっとね携わってほしいって思っちゃいますね。 HKT のライブとかまあお忙しいと思うんですけど、うん、ということでまあ明日も公演ありますし、ちょっとね13周年のストーリーとかも送られてきたので覚えることが結構たくさんありそうで頑張らなきゃなっていう感じで、まだまたちょっと休んでられないですね。そして11月もイベントと公演とライブ盛りだくさんでちょっと大丈夫かなっていう体が、そうノーパラもまだこれから11月に入ってからでやばいですね。やらなきゃいけないことがちょっと 多すぎてどうしようってか、ね、もうプライベートな時間が全然ない。頑張り時です。年末にかけてねやっぱ忙しくなりますね。2024年もやっぱ今のところ盛りだくさんだったな振り返るにはまだちょっと早いが、ランキング見ます。13位双眼鏡さん、12位岡谷さん、11位フジピーさん、10位まっちゃん、9位関西のおっさん、8位国翔さん、7位 BB さん、6位 MJ さん、5位ヤクさん、4位タータンさん、3位ズッキーさん、2位フォクピグさん、1位ダイちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんそうそう、ではおやすみなさい。